国の方針変わっちゃったら買っちゃうよって。そうなんですよね。だからデイサービスも介護ね、報酬がちょっと変わったら急に少しこう儲からなくなるとか、うん、でこれはやっぱり起こることなんですよね。フランチャイズチャンネル。いや本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね。詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。竹山さん、はい、介護フランチャイズについて教えてくださいということで、はい、なんか気をつけなきゃいけないこと。そうですね、前回あの介護で、3つぐらいね、大きい FC の分類があって、デイサービス、高齢者のデイサービスとか訪問マッサージとか放課後等デイサービスとかっていうのがあって、絶対に加盟する前に認識しとかなきゃいけない特徴っていうのがあるんですよね。この分野の介護サービスの特徴というのね、まず一つは国の行政の制度の上に乗っかってるってことですよね。うん、ね、うん、これはどんなことか分かります？まあ、だから国の方針変わっちゃったら買っちゃうよって。そうなんですよね。だからデイサービスも介護ね、報酬がちょっと変わったら急に少しこう儲からなくなるとか、うん、でこれはやっぱり起こることなんですよね。放課後等のデイサービスだって、あれだけ伸びてる、もう伸びてるこう頂点みたいなところでコロッと変わるわけですよね。これはやっぱりやってる側にしてみたらリスクとは言わざるを得ないと思うんですよね。どうしてもやっぱりこれたくさん、こうできると少し規制が入るみたいな、まあ、これは考えておかなきゃいけない。先に入っておけばいいところを取れるっていうふうに割り切ることもできますよね。いつ変わるか分かんないけど、まあ今入っておいていいところを取って、変わるときは変わるときだと。さすがにあの国の国ですから、そういうサービスがもう儲からなくなったからみんな撤退しちゃうみたいに変えるってことは絶対ないと思うんで、だその先に入っておいて美味しいところを取っておくって考え方もこれありはありだと思いますよね。もう一つ大きいのは国からの入金なんですね。ほぼほぼ一つ大きな魅力ではあるんですよね。安定しますよね、うん、まあ、国が潰れない限りはお金は国から支払われる。すぐ振り込まれるわけじゃないんですよね。2ヶ月後だったりするわけですよ。でここの資金繰りっていうのがやっぱり大きいんですよね。脱サラで FC を起業されるという方だったら、まあ入ってくるんだから2ヶ月後でもいいんじゃないかっていうもんでも、やっぱ会社を経営してるとないですよね、うん、らしいですよね、うん、今日そのお客さんが入ってきて、そのお客さんがからに仕事をして、そこからの入金が、まあ、申請をして1ヶ月かかって、そこから入金まで2ヶ月かかるみたいな、ちょっと3ヶ月かかるわけですよね。これはリスクというんじゃなくて、もう認識しておかなければいけない点で、じゃあそのためにはどうするかっていうと、やっぱり運転資金っていうのをね、やっぱり潤沢に持っておかなきゃいけないっていうことですよね。でそこを売りにして、本部が建て替えて入金するなんてところもあるんですよ。逆に言うとこういう本部っていうのはそこだけがノウハウだったりする、ノウハウっていうかな、メリットだったりするんだけど、まあ、そういうところもあるんですけど、基本的には行政からの入金があるものっていうのは資金繰りがあまり良くないってことね。これが大きな注意点の2つだと思いますね。はい、じゃあ次回もう少し、うん、あともう一個、少し今のと少し、視点が違うんだけど、もう一つ話したいことがあるんで、はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます、ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。